さあ、装いも新たに桜大戦やっていきましょう。装いも新たになってないけど、久しぶりです。どうも久しぶりです。久しぶりにまた桜大戦やっていこうということでね。すっかりとまた間が空いてしまって、なおかつ、前回どんな話だったかもうすっかり覚えてない。風が語りかけます。うまい。うますぎる。もう、もろかやまなんですが。ところで例の件、報告を聞かせてくれる。ヨリダ長官の狙撃事件のことですね。我々が秘密に捜査を行った結果、ほぼ犯人は絞り込みました。おそらく犯人は副司令のご推察通り。分かってんのかよ。ああ。ではまさか。ああ。レニーが危ない。ああ、そうね。思い出してきたわ、だんだん。レニーがちょっと洗脳されかけてましたね、そういえばね。忘れてたわじゃない。外話か。カヤマやレニーとの話をして、少し遅くなってしまったけども、そろそろ見回りに行くか。胸騒ぎがするらしい。久しぶりにやってるっていうのもあるんだけど、なんかGVUSB2.0 っていう、2.0 かなっていう、ソフトを今まで使ってたんだけど、どうもね、なんか、とりあえず桜にノック。怖いなこの風。USB2.0、やってたんですが、なんか、うまくね、読み込んでくれなくて、どうもね、パソコン変えてから、いろいろと不具合がよく生じていて、ドリームキャストの動画を撮るのにはあまりこう、適してないって感じなのかなと思ったりしてるんですけども、まあね、GVUSB2.0 の、を、アマレコ 3.0 に入れてやってたんですけど、アマレコ 3.0 というキャプチャーソフトでやったんですけど、キャストがまあ使えないんで、今 OBS で初めてやってます。OBS にドリームキャストを映してやってます。呼び捨てするだなんて。確かに。じゃあ私は急いでるから、これで失礼するわ。タッ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 。すげえ走ってるやん。レニがって言ってたから、まあ、レニのとこに行くのが、まあ普通でしょう。しかし、あえて桜の部屋をノック。夜の11時に桜の部屋をノック。桜くん、どうしてるかな？いるんかい。あ、そういや、この人結構あれだった。雷苦手マンだった。ああ。この人雷苦手マンだった。桜一応参照のこと。大丈夫じゃありません。かわいい、かわいい、かわいい、かわいそうでかわいい。ドア越しに励ますしかない。中に入って抱きしめてあげるにはちょっと。これが男ってもんよ。これが男狼。コンコン。これは好感度爆上げイベント。あ、違った。何回でもコンコンするかと思った。5回ぐらいするかと思った。よかった。中に入って抱きしめてあげるはちょっとね、ちょっと、職権乱用が過ぎますね。二回りだからね、いきなりレインのところに行かない方がいい気がするんですよ。ということで、スミレ。でも、スミレは部屋にいなさそうじゃない？スミレくん。じゃあ、いつの間にスミレくん呼ばわりになったんだ。寝とる。やめとこ。寝てるレディを起こすのは、紳士のすることではない。レディに限らねえけどな。ちょっとサロン行ってみよう。もう大方会うべき一人があった。あとはぐるりと見回りして帰るだけよ。あとはぐるりと見回りをして帰るだけよ。一回。ね。全然会わないね、人に。とりあえず戸締まり。玄関の戸締まり。これ大事。本当に戸締まりしてるな。なんか攻略、
焼きつくみたいにね、ちゃんとコレクを見てもいいのかなと思ったりするんだけど、まあそのね、これに関してはちょっとコレクもあんまり使いたくないっていうところが、勘でうろうろしたい。大体どこも閉まってますね。音楽室とかは逆に音楽室、嵐のメロディーを奏でてる人いるかもしれない。全然レニのところに行かない隊長。地下も行ってみよう。地下はね、更衣室誰かいるかな。カンナ、そうや、もう後波ゲージが真っ後輩になっちまった。あら、どうした、あ、アリス、え、どうしたんだこんな時間に。うん、そうか、わかった。行ってこよう。こんな地下まで追いかけてくるなんて。強制イベントだな、こりゃ。気まずいな。風呂場のあたりをうろうろしてなんて、アイリスにバレるというのは少し気まずいところがある。コンコン。おいでに、起きろ。起きて。ドアは開いている。風の音うるさくないですか？大丈夫ですか？ちょっとね、音量の調節がうまくできてなくて、仕方がよく分かんなくて、うん、OBS 使い慣れない。でも使っていけるようにならないと、ワンステップがね、自分のワンステップが OBS を使うという、まあ、OBS っていうのはあの映像を取り出すキャプチャーですね。キャプチャーソフトの一つですね。多くの配信者が今これを使って配信してるんじゃないかな。 OBS 無料だしね。うん、アマレコなんか使ってたら無料じゃないからね。無料じゃないのにこの不具合のでっぷり、 OBS の方がいいかもしれない。嫌な予感がするぞ。お、あれ、何やってんのコーラ、そんな服で。音大きくないですか？大丈夫ですか？音大きいかもしれないです。でも、わからない。音が大きいかどうかは。音を大きいかどうかは下で調節したいんだけど、音が大きくなったり小さくなったりが、ちょっとよくわかんないんですね。多分これで下げたら小さくなるんだろうけど、下がったかどうかはわからないということなんですね。音がね。ごちゃごちゃとうるせえよと。ソフト周りとかをさ、きっちり完璧に VTuber のなんか若そうな人たちもやってるじゃん。それ見ると、あ、すげえやって思っちゃう。こいつはすげえやって、ちょっとこの音量の上げ下げするだけもさ、結構ね。まあでもそっか、これもしも生放送とかだったらさ、チャットでさ、音が大きいとか小さいとかこう流れるわけじゃん。でそれ見ながらこう調節できるわけじゃん。これ動画で撮ってるから結局わかんないんだな。はい、ごちゃごちゃうるせえよ。だとするとあの人はご機械のスパイだったんですね。気づくのが遅い。そうだね。なんでこれあのバレバレにしたのかな。もっと誰が本当にスパイかわからないようなさ感じにするだけでさ、ゲームとしての奥行きがさ 2,3 倍膨らむやんね。だから影山みたいなスパイにするような新キャラを 2,3 人入れと込んどいて、でなんかこうおのおのにこうそれっぽい動きをさせてさ、サキ君の情報はどこから。あ、聞いても仕方ないや、カヤマだもん。どうせ今はそんなことはどうでもいいでしょ。楓さん、なぜサキ君は例によ
これ不思議だよな。この楓さん思いっきり陸軍の服なんだよ、この桜大戦の世界では。で、大神は思いっきり海軍だしさ。バックストゥー、何それ。で、最強にして完璧な霊的攻撃力を持った兵士を生み出すための計画。そしてその計画のたった一人の生き残り、それがレニーよ。残酷な話だぜ。バックストリーム計画をレニーに要求したもの、それはこう優秀な戦闘機械になること。つまりレニーは人との触れ合いや愛情を排除されて育ったのよ。一番感性が豊かな時期にレニーは戦うこと以外何も知らなかった。それがレニーの心をどれほど孤独にしたのか想像もつかないわ。そうその顔、その顔、もうなんか入ってるね。決まってんに。終戦後、レニーを何度か救出した時にはすでに遅かったわ。レニーの心は固く心のように氷のように閉ざされていた。そう。音大きくないですか？大丈夫ですか？気になるんだよ、ずっと。モニタリングできてないから、ずっと音が、音音量具合に気になってる。二人一組。はぁ、あ。はい、アイリスか。アイリス好感度上がってねえな。よし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 、じゃあ今日はここまでにしようかな。あ、間違えた。ぼーっとしてた。ここはちょっとおちゃらけて行けばよかった。全員の好感度上げるより、アイリスの好感度だけ上げるみたいな、な。そんな感じしてよかったな。いや、みんなかっこいいよね、立ち絵がね。時代を感じるよ。一番こう、ノリに乗ってる時代。日本のアニメの。全員の立ち姿一つにしてるさ。花があるよね。そうは思わんかね、諸君。諸君って。さあ、やっていこう。レニーどこだ？返事をしてくれ。レニー、レニーってば、どこにいるの？金と銀だね。色合い的にはね、ぴったりだね。やってみる。アイリス、チートキャラ。しかし音声を飛ばす。レニー、は、お兄ちゃん、あっちの方からすごい力を感じるよ。ほうほう、サバンナかな。最近サバンナ高橋がよくテレビに出てるの見かけるんだが、なんでなんで言うほどか、言うほど。なんかそのテレビってさ、なんかで一部の人が出だしたらずっと出るよね。出ずっぱりになるよね。意味がよくわからないわ。そういうことしなければいいのにって思う。いろんな人にこう均等に薄く広く出させればいいのに。レニの心はすでにこの私がいただいたわ。心なんてそう簡単に奪ったり与えたりできるものではないと思うよ。レニは私の可愛いお人形、そしてあの方への手土産となるのよ。なんで悪の幹部ってこうセクシーな服を着ないといけないんですかね。御業種薄い子として、国機会へ戻るためにね。戻るために、レニ程度でいいんすか。レニ程度で、レニ程度をさ、なんかこう連れて帰ったぐらいでさ、なんかある程度許してもらえると思ってるところが不思議だ。決してこの組織の中核ではないからさ。なんならレニがいなくなっても多分桜大戦のこの花組は崩壊しないぞ。そのこのリサーチ能力の低さがこの影山先のちょっとこの無能感を引き立ててるような。俺が敵幹部のスパイだったら大神をこうあれだよね。
狼落して、それでもう花組はしまいよそれでもう花組はしまいよ。お兄ちゃん、アリスはどうすればいいの？レニーの説得を続けるアイリス、俺と一緒に来てくれ。これが男大神の作戦よ。まあ、結局レインの説得をするっていうことを考えたら、大神一人で戦ってみんなが来るのを待つよりも、アイリスの説得によってレインの心を引き戻す、これが大事。レインは俺に何のために戦うのかと問いかけてきた。今の俺ならその答えを教えられる。待ってろレイン。どうしようかな、今16分なんですよ。なんとか時間を短くするので、ここからカットカットカットでいきますかね。敵の戦闘シーンカットカットカットで、そのままあともう最終みたいな。全員普通やないかい、今回全然冴えてないな、行動が冴えてなかった。さあ戦闘シーンに入りますけども、うまく戦闘シーンをカットしていきたい。でカットするとなると、まあ、カット編集に時間かかるんで、まあそこはね、うまくカットできればいいなと思うけど。レニー来るわよ、行こう。了解。目標破壊完了。これレニーとさ、戦闘準備完了、正面にて。レニーとヒーローってどっちが後先なのかな。レニーとヒーロー、ヒーローユイ、ガンダムウィングの主人公のどっちが後先なんだろうな。だ確実にそのどちらかはパクリだよな、レニーとヒーロー。一体どう演じるのか、これは見物ね。でも少なくとも桜大戦はこれは、あでもそっか、ん、桜大戦はセガスターンで出てたけど、スパロボ F の頃にはすでに、セガスターンで出たスパロボの F の頃にはウィニングガンダムは参戦してるから、時期微妙だな。よし、あアイリス任せておけ、わしに任せんしゃい、大丈夫じゃってへっちゃらさ。レニーの笑顔を取り戻すんだって言ってるけど、言うほどレニー笑顔だったか。でーてんてーてて、ここは通信など必要ない、ダッシュで行く。まずアイリスにかばう、そして作戦を風、早きこと風のごとし、ベシッ。桜大戦において敵を倒すことは全く意味がない。行くぜ、おお、まさに飛んで火にいる夏の虫。頑張ろう、やったったんぞ。え、これレニー攻撃していいのか、防御かな。レニー俺だ、大ガニだ。デニー、俺の話を聞いてくれ。なぜここにボイスをつけなかったんだろう。くっ、俺は諦めるぞ、必ずデニーを説得してみせる。しかし心とは裏腹に、体力ギリギリだからアイリスの回復が必要になってくる。
回復が大事なんですね。いや、よし、完璧。完のべきよ。すごい可愛かったね。これでええんか。よし。あそこでアイリスの方が笑顔がどうのこうのはないよな。普通に考えて、ロリコンか、ロリコンかってなる。作戦を隊長命令、山に変更。そしてレイの説得に動く。ここで待機、防御。レイ、呼びかけに応じるんだ。帝国海騎団、僕の敵、僕が倒すべき敵だ。僕は騙されない、お前は敵だ。俺は敵じゃない。待てレニー、ここで攻撃をあえてしない。当然よ。攻撃をしない相手を攻撃するのかレニー、それは違うだろう。レニー、俺たちは劇をした仲間じゃないか。これでいいのか。劇、あ、いい、オッケー。どうして敵なのに簡単か、レニー。簡単だって、チョロインだった。チョロインだった。なぜ、あ、ボイスが、なぜ攻撃してこない、敵なのに。レンの声って折笠、折笠、違う、騙されてはダメよ。カトル、あなたは戦闘機械なのよ。違うか。あなた以外の存在は敵よ。にわか知識で、にわか知識で語るのよ。にわか、にわか、にわかダメ絶対音感で語るのやめよう。そうだ、それは花飾りだ、多分それが効く。そうだろ。デニーを思い出すんだ、自分自身のこと、そして俺たちのこと、初めて出会った時のこと、一緒に過ごした日々を君は忘れてしまったのか。この花飾りいっぱいに込められたアイリスの心を思い出してくれ。苦しんどる。俺は分かっていなかった、君の迷いも不安も、そして孤独も。何のために戦うのか、あの時俺は本当の意味で答えることができなかった。でも今なら、はっきりと言える、俺たちは自分が愛する大切な人たちを守るために戦うんだ。愛する人は、ああ、熱くていいな、大神は。こう言っとこよ。教科書に載せるべき、今の大神の言葉をね。うん。国語の教科書に載せよう。何を言っても無駄よ。レニー、そいつらを殺しなさい。なんかなんかクラリネットをなんか壊しちゃったみたいな。標本がどうのこうのとか、ああいうのじゃなくて、この大神の熱いセリフをね、愛するべきを守、愛すべきものを守るためにみたいな。しかしこの隊長は普段はあのフロアとか覗こうとしている、そういうちょっとこうスケベな面もあるっていうところも含めてね、教科書に載すよ。アニメ、びっくりした。レニー、晴れたぞ、いきなり。いきなり晴れたぞ。ララララララ、あ、女や、女になってるレニーが。いや、やっぱ少年かな。
少年感強いな。僕ギリギリのいいラインだよね多分。あのショタ好きとかのその攻めるべきギリギリのいいラインだよね。あのホロライブのホロライブってまた言っちゃってるけどさ、ホロライブなんてみんな知らないと思うけど、ホロライブの知らぬイフレアっていう、方がね3期生の中にいるんですけどね、ちょっと熱くあのロリあのショタ声と少年声の違いを語ってる切り抜きを見て、あーなるほど少年声とショタ声か、確かにその本当にそれをこう好きな人からしたらそこにこう明確なラインがあって、うん、あなんつってたかな忘れたけど、すごいこうあそうなんだ納得する部分があったんだけど、声聞いて女の子に聞こえるのが女の子っぽく聞こえるのがショタで、男にしか聞こえようないようなのが少年声だったかな、だったかな、忘れたな。ありがとう。このレニの声なんてはどっちに入るの、ショタなの少年声なの、てかそもそもショタでも少年じゃなでもなかった、レニは女の子でした。もう男という目で見てるんで、こっちはもう完全に男の子というイメージで見てる。レニーはもう男の子としてあのアイリスとくっついて消えてほしいと思ってるから。かかってらっしゃい。そんなに？もう迷わない。そうか。戦う理由は、みんなが教えてくれた。宇宙の心は彼だったんですね。カドルの声の人かどうかわからんというのに。そしてみんなのために戦う。そうか、意志のしっかりした目をしている。3人で戦う、いや楽しいね。どうしよう、最終戦は、最終戦は次回にします。じゃあ今日はここまで、また近いうちに次のやつあげます。ほなまた。